板口健太郎呢位日本男演员近年嘅戏剧作品频密推出，而佢同前乃木坂46成员斋藤飞鸟、市川实日子合作嘅新戏，亦都好快同观众见面。呢日佢哋出席发布会宣传，一直有挑战唔同类型作品嘅板口就透露，今次系一部想象空间好大嘅电影，佢好期待观众嘅观后感啊！この作品はこう一回こう見終わった後に。例えばすごくすっきり爽快で、あ、すごい面白かったねっていうジャンルの作品ではないんですね。監督が今回の作品でもすごく余白の部分を大事にしたりとか、あえてこう説明をする部分をはしょってみたりとか、でお客さんにこう投げかけるような作品でもあると思うんで、この作品を投げかけてお客さんがそれを受け取ってくださった時に、どんなお客さん見ていただいた方たちの中でものが生まれるんだろうなっていうのはすごく、なんて言うんだろう、楽しみでもあるし、この作品を受け取ってもらえて、そこで思ってくれた感想って全部が正しいとも思うんですね。斋藤飞鸟去年年底正式由乃木坂46毕业，喺艺能界展开新篇章。作为佢离开乃木坂之后嘅第一部电影，斋藤竟然话可能唔会得到粉丝欢心噃。まあでも乃木坂の私とも全然違いますし、そんなに。ファンの人がみんな見て喜ぶような役でもないかもしれないんですけど、いやみんな嬉しいんじゃない、やっぱり嬉しいよ。だってあんなことやこんなことがね、いやそんなことはないですけど、そんなないです、やめてください、そんなことはないんですけど興味持たせてる。でもきっとね、アスカちゃんを見たいっていうお客さんはすごくいるだろうし。斋藤仲系乃木坂一员嘅时期都有拍下剧同参演电影，只不过尤其大银幕嘅演出就比较少，而今次拍戏嘅体验佢都非常珍惜。板口同市川都为斋藤嘅成长感到高兴，从三人嘅对话当中仲睇得出佢哋嘅感情有几好啊！なんかこれを体験できてよかったなってすごく思いました。はい、ありがとうございます。市川さんがちょっと泣きそうな顔で見てますけど。何も言わないか。なんか映画ね、そんな何本日本なんか少ないんでって言ってたから、はい、なんか。途中二人で言ってたんだけど、アスカちゃんがこの映画がいい経験になってほしいねっていうのはずっと思ってたから、今よかったよかったよね、そうそうそう、ね、坂口さんオンマイクで喋っていただいてもそうあやってよかったって思ってもらえるといいねって言ってずっと二人でちょっと言ってた、そうだったんだ、よかった本当ね、本当にごめんなさい誰が止めるんですかこれは、ね